こんにちは、スイス在住元バックパッカーのベーネです。5回にわたり初心者が在宅で月30万円を稼ぐまでを解説する超初心者向け在宅ワーク講座をお届けしております。本日は3回目ということで、初心者向け物販とは何かについて解説していきたいなと思います。1回目の動画では在宅で収入を得る方法、2回目の動画では1万円を稼いでみようということで、実際に自分で稼ぐ経験をするためのプレゼントもお渡ししました。今回は短期的な利益ではなく、長期的に安定した収入を出していくためにメルカリを仕事、つまり在宅ワークにしていく方法についてお話ししていきます。超初心者向けということで、メルカリを使ったことがない人ですら利益を出していける初級物販とは何なのか、その他の物販と比較しながらお話ししていきますね。物販とは安く仕入れて高く売ることで利益を出すビジネスです。でも素人が仕入れとなると、それが売れなかったらどうしよう、赤字になって在庫を抱えて終わるのではないか、そんな風に不安に思われるのは当然ですよね。では売れる商品を仕入れられる人は何が違うのでしょうか。それは商品リサーチがうまくできているかどうかの違いです。要するに、その商品を仕入れて利益は出るのか、いくつまでなら1ヶ月以内に売り切れるのか、同じ商品を扱う人がどれぐらいいるのか、これらの判断を正確にできなければ、仕入れても利益が出ない、売れ残る、ライバルが増えて売れないという失敗につながってしまうことになります。こんな判断、初心者のうちにできるはずがないですよね。ですから、このリサーチが不要な物販こそが初級物販という分類になります。自分で調べる必要はなく、売れると判断されているものを仕入れることができれば、あとはひたすら販売していけばいいわけです。物販で利益が出る出ないの境目になるのは、ほとんどがリサーチ部分なので、あとの出品、発送、梱包という点は基本的に作業です。なので初級物販はほとんどの方が問題なくできるレベルの物販ということになります。そんな簡単なことをやっていて本当に稼げるの？と、まだ不安に思われる方もいらっしゃると思います。結論から言うと稼げます。ですが、初級物販の目的は稼ぐことだけではありません。ここが初級物販の優秀なところなんですが、初級物販で利益を出しながらとにかく作業を続けていくと、自然とリサーチに必要な知識が身についていくんです。どういうことかというと、まず想像してみてください。ある日突然あなたはいろいろな種類のコップを売ることになりました。コップのことは何もわからないので、家に届くコップをひたすら毎日出品していきます。マグカップ、コーヒーカップ、子供用のプラカップ、ガラスのコップなど、いろいろなコップを販売していくうちに、またこの形が売れたな、また若い女性がこの商品を選んだな、というふうによく売れるコップとか、特定のコップを買う人の特徴というのに自然と気づくようになっていきます。さらにはそれぞれのコップの値段まで覚える気はなくても覚えてしまいます。この作業の中で自然と入ってきた新しい知識こそがリサーチに必要な知識なんです。そんなある日、リサイクルショップに行って、あなたがいつも2000円前後で販売しているコップと全く同じものを100円で見つけたら、あなたはどうしますか？ 100% 利益が入ると確信して購入しますよね。こうして自分で仕入れて販売できたら、あなたは中級物販、つまりリサーチが必要な物販に取り組むことができるようになっているということです。初級物販はシンプルで利益も出やすいため、それだけで生計を立てている方もたくさんいらっしゃいます。でも数ヶ月継続すれば、自分一人で仕入れをして販売して利益を出す中級物販ができるレベルになるからこそ、初心者がスタートするには最適の方法なんですね。いくら売れる商品を仕入れるとは言っても、最初から大量に仕入れるというのは怖いと感じる人も多いのではないでしょうか。初級物販も複数あるのですが、仕入れにかかる資金は0円からと安いものが多いです。最初は仕入れにかかる費用も抑えられるのがベストですよね。ちなみに中級物販になると仕入れ費用は平均的にぐっと上がります。なのでリサーチスキル以外の面でも中級物販に取り組むには資金力がある方がいいですね。どのような物販が中級物販に当てはまるのかというと、例えば背取りと呼ばれる物販はほぼ全般が中級物販になります。先ほどリサイクルショップで見つけたものを販売するという例を挙げましたが、これも店舗背取りの一例です。
物販完全初心者の方が取り組むと、どうしてもリサーチがうまくいかずに仕入れで失敗したり、利益を上げるための仕入れが資金難になってしまい続けられないといった壁に当たってしまう確率が高くなるんですね。他には中国輸入も原価が安いということで、初心者にも始めやすい物販と勘違いされる方が多いんですが、中国輸入はリサーチのハードルが高いだけではなく、ライバルが増えて薄利多売になることが多い物販です。なので大きな利益を出すには安くても大量に仕入れる傾向があり、ある程度は資金に余裕がある方がいいと言えます。ではズバリ初級物販にはどのようなものがあるのか気になりますよね。次回第4回目の動画では、初心者でも初月10万利益が出るノウハウをご紹介していきたいなと思います。私の公式 LINE では物販をはじめとする初心者向けの在宅ワークに関する情報を無料で配信しております。ご登録がまだの方はこちらからお気軽に友達登録してみてくださいね。YouTube では引き続き在宅ワークに関する動画を中心に、海外生活や旅に関する動画も配信していきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。